V801SH は、シャープが開発し、ボーダフォン日本法人が販売する WCDMA 通信方式の、ボーダフォングローバルスタンダードサービスを利用可能な携帯電話端末である。2004年4月発売開始、2008年7月で、使用不能となる。1世代前の JSH53 と、ほぼ同性能で、V アプリが 100K までであること以外は当時としては、 フルスペックな全部入り形態であった。しかし価格が高価であり VGS 端末であったためか、あまり売れなかった。なお、VGS は、ボーダホン 3G と違い 2G 向けのサービスが利用、可能である。3G 対応のコンテンツが、2G 対応のコンテンツより少なかった当時、3G の高速な通信速度で、2G の豊富なコンテンツが利用できる端末として一部で、注目を集めた。 ソフトバンクが行っているネットワークに対する新ソフトウェアの導入に伴い2008年4月の神奈川県、福岡県をはじめ日本全国でネットワークに接続できなくなることが判明した新ソフトウェアの内容で対応していないことが原因で同年8月には全国で使用できなくなる携帯電話端末のソフトウェア自体の問題ではないためユーザーが対処する方法は 機種変更しかない。そのため、ソフトバンクはユーザーに DM を送付する。ソフトバンクモバイル公式発表。ありがとうございます。